海峡交流基金会は、中華民国政府の対中交渉窓口機関である、中華民国行政院大陸委員会所管、中華人民共和国側のカウンターパートは、海峡両岸関係協会。1987年に台湾住民の中国訪問が解禁され、対中両国間の民間交流が進展したのに、伴い、1990年11月21日に、 発足、1991年3月9日に、財団法人化した。2010年6月には、海協会との間の事実上の中台トップ会談で、中台自由貿易協定に相当する、両岸経済協力枠組み協議を締結した。古進歩町都市尾広式商工平根林中森田、広持張小月理大ただし両岸対話の再開について会議会当事長が辞任。 陳徳信氏が大公開機会の当事長に、伝広持氏イコール総統府。ありがとうございます。